虚偽の衣を身にまとし、真実の光をよって、その真の姿を表すがよい。そなたの闇は、我を汚すことは神をも恐れぬ愚行。そなたはまた闇に、その身を染めるであろう。真の英雄よ、あなたの光、そしてあなたの力で全て照らしたまえ。鍵を。ここはとりあえず静かだな。アス、任務は分かっているな。敵の手からサグディードのガーディアを奪い返すことが我々の最大の目的だ。よろしく頼む。敵はこの塔を占拠しているらしい。気をつけろ。え？ああ、そうだな。行こう。その、アス？お前の背中、私に預からせてもらってもいいか？まあ、お前はまだまだ新米だし、それくらいのことはしてやる。先輩として。だから、お前は前の敵だけを相手にして、安心して突き進め。
私か？ああ。でも、だいぶアスに助けられてしまっているから。ああ。それにしても、以前とは比べ物にならないくらいにお前は強くなっているな。私の方が強かったはずなのに、少し悔しい。私もお前に負けないようにもっと精進しなければ。このままでは完全に追い抜かれてしまう。どうした？ああ、クレア、今のところそっちの方はどうだ？ええ、なんとか倒していってはいるものの、この中にはかなりの敵がいるようです。しかも先に進むにつれ数が増えていっているような。ああ、そのようだ。向こうも必死のようだな。団長、私たちは必ずこの塔を取り戻し、そして川を越え、あの失われた領土へと参りましょう。ああ。ああ。
じゃあ、アス、クレア、引き続きそちらのルートを頼む。はい。アス、私たちも行かないか。アス、一つ聞いてもいいか。この前のパーティーの時、一体何があったんだ？お前が血相を変えて湖の方に走っていった時、一体何があった？話したくないのなら無理にとは言わないが、別に謝ることはない。いつかその時が来た時に話してくれればいいから。ああ、最近いい気になっているようだ。今回のことをみんなが君の手柄のように言っているからといっていい気になるな。たまたま運が良かっただけのくせに。ああ、その上最近あいつは強くなっただのなんだのとみんな口を揃えて、思い出しただけで腹が立つ。大体、なんで君が副長と行動を共にしているんだ？え？おかしいと思わないか？世の中何か間違っているような気がしないか？いや、気のせいだろ。私は決して私情を交えたりなどは。本当ですか？副長。ああ、その、アスは最近頼もしくなってきた。私と行動を共にした方が何かといいだろうと思ってね。なんかどうもそれ筋が通っていないような気がするんです。気のせいだ。しかし入団試験でトップの成績を誇った僕よりも君の方が活躍しているという事実がひたすら気に食わん。ちょっとばかり運がいいだけのくせに生意気だ。実力だと？何が実力だ。どうせまた汚い手でも使っているんだろう。騎士になった時のようにな。じゃあどうやって騎士になったんだ、あんな成績で。僕の納得がいくように説明してみろ。確かにそれは私も不思議に思う。ほら見ろ、やっぱり汚い手を使ったんだ。大体君は女性関係からして汚い。副長のことだ。やっぱりどんなに否定されようと、僕には君と副長が最近いい雰囲気になっているような気がしてならない。そこで照れるな。まったく不愉快だ。僕はもう行く。私たちはそんなに仲が良さそうに見えるのだろうか。いや、なんでもない。
Thank you.